皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の13日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時57分ということで、ほぼ夜の10時になりましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、私の近未来予測ということで、安倍晋三はこの11月にも憲法改正を大義名分に掲げて、衆議院を解散し、総選挙でかっこつき勝利して、来年春に憲法改正、国民発議を強行するだろう。あ、発議じゃないや。あ、国民、あ、国民投票を強行するだろうと。こういうことですね。ということで、今日の放送は通算ワイワイニュースライブ2834回目ということです。相変わらず一元放送ですね。ツイキャステレビの媒体で、現時点で、映像も音声も問題なく配信されているということです。ということで、今日の放送を始めたいということですね。最初は、まあ、いつものように、最新のお知らせということで、昨日月曜日のワイワイニュースライブのメインテーマですね。詩ですね。安倍晋三は政治家の仮面をかぶった、憲法破壊、国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す、希代の権力犯罪者であると、こういうメインテーマだったんですね。そして、これの YouTube 向けの表紙をですね、このように作っていただきました。昨日は90分で一旦、閉じちゃうんですね。以前はそんなことなかったんですけど、最近の仕様だと思うんですけど、90分で一旦閉じて、それで再始動ということで、1と2が分かれちゃったんですね。ということで、これですね、政治家の仮面をかぶった希代の権力犯罪者、安倍晋三ということで、ナンバー1。で、これがナンバー2なんですね。ナンバー1が90分で、ナンバー2が4分だったんですね。ですから、まあ、これからは90分以内に終わるように、したいと思いますけど。そして昨日の放送の現時点での視聴者数は、ツイキャスでナンバー1、ナンバー2がともに541名と、から YouTube のナンバー1が1100、ナンバー2が305ということで、ナンバー1が1641名様、ナンバー2が846名という視聴者数になってますね。ということです。そして今日の画像ですね。今日の画像は、小泉進次郎が急にスポットライトを浴び始めたということで、これはもう完全に、明らかな謀略なんですね。ということで、小泉進次郎の曽祖父ですね。父親の小泉純一郎の祖父、小泉又次郎というんですね。横須賀のヤクザなんですね。小泉組2代目と。小泉又次郎ということなんですね。で、ウィキペディアの説明によりますと、小泉又次郎は1951年に亡くなってるんですね。1865年、慶応元年生まれで、1951年、昭和26年ですね、亡くなってるということで、彼は日本の政治家、第87、89代内閣総理大臣、小泉純一郎の祖父と、横浜市長をしたと、逓信大臣をしたと、衆議院副議長などを歴任したと。義兄心ある
大衆政治家で入れ墨があったことから入れ墨大臣、入れ墨の又さんなど異名を取ったと、こういうことだね。こういう人なんです。それで彼が若かった時の入れ墨姿、これなんですね。そして3枚目の画像は、これは小泉進、山本太郎と小泉進次郎の国会議員の仕事ぶり比較ということで、こういうふうにエクセルで作ってみたんですね。で、3つの項目がありまして、仕事ぶりを評価する指標としてですね、委員会発言の回数、それから本会議発言の回数、それから質問主意書の件数ということなんですね。それで山本太郎は2013年から19年で6年間から、小泉進次郎が2012年から19年の7年間ですけど、委員会での発言回数、山本太郎157回、小泉進次郎5回ですよ、たった5回。それから本会議での発言回数、山本太郎2回ですね。まあ、彼は少数政党の共同代表だったんで、ほとんど機会がなかったんですね。で、小泉進次郎が1回と。で、これひどいですね。質問主意書、これ山本太郎が123回なんですけど、小泉進次郎は0回ということで、この仕事ぶりの比較を見れば、もう歴然としてますよね。なんで小泉進次郎がこれほどあたかも有能な改革派、若き有能な改革派国会議員という評価をされてるかという根拠っていうのは何もないんですよね。ただマスコミがそのように世論誘導してるということ、現実はこれですよ。要するに国会議員としてほとんど何もしてないと。ただ勇ましい発言だけをマスコミが取り上げて騒いでると、こういうことなのね。これが3つ目の画像です。ということで、いかに小泉進次郎っていうのが虚像であって、マスコミ、自民党マスコミ電通が虚像を作り上げて、次期有力な首相候補として全面的に押し出しつつあるということなんですね。で、その第一弾として例の首相官邸での滝川クリステルとの結婚話、それと今月10日に発売された文藝春秋史上で、菅官房長官と対談を行ったという、これ一連の小泉進次郎を前面に押し出す、いわゆる工作ですよ。これ騙されてはいかないよということですよね。ということで、今までのところ、砂月さん、小泉進次郎は選挙用の人寄せパンダでしかないと、候補者にするなら滝川クリステルさんの方がなるほど方が有能ということですか。から砂月さんが毎回ですね、初めての閲覧する方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが急な嵐があったため禁止と、ここのキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。から砂月さんがコンティニコイン2枚ですね。砂月さん、今日のメインテーマ、
私の近未来予測ということですね。それからリさんですね、お茶爆天配信ありがとうございます。からキララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと、コンティニューコイン配信ありがとうございます。それからこの放送の前に砂ずきんさんのコメントですね、日航123便と軽井沢の首相本沢二郎の日本の風景3403、それから防政のあからさまのお誘いということで、マスコミに載らない海外記事ですかということですね。昨日のメインテーマ、安倍晋三が憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊の政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であると正面から言ってる人はまずいないでしょうね、私以外は。これが真実なんですよ。なんでマスコミ言わないのということですよね。国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返すんですよ。一回じゃないんですよ。繰り返すんですよ。権力犯罪者。そして、昨日の1と2に分かれちゃったんですけど、あれ41なんでだろう、の防戦があれかな、マイナス3欲しいな、マイナス1、これでいいですね。それと今日の画像ですね、曽祖父横須賀のヤクザ2代目ですね。ですから又次郎さんのお父さんが横須賀に移り住んで海軍基地がありますから、そこの、海軍の戦艦とか等々に、人足の手配とか、あるいは食料弾薬等々の搬入搬出の仕事を始めたんですね。そして小泉組を立ち上げたということで、で、又次郎っていうのは次男なんです。次郎ですから次男なんです。長男が後を継いなんですけど亡くなったみたいですね。それで、急遽又次郎を小泉組の統領として、働かせたんですけど、彼は嫌って二度三度家出したということで、二度と家でできないように総入れ墨をさせたということで、入れ墨がこのように入れ墨姿になっちゃったんですね。ということです。それから小泉又次郎とは何かと、ウィキですね。
日本の政治家小泉純一郎の祖父、それから横須賀市長なんですね、逓信大臣、それから衆議院副議長を歴任したとですね。で、義侠心の厚い大衆政治家だと、ヤクザですからね。で、入れ墨のマタさん、入れ墨大臣と言われたんですね。で、2枚目がマタ次郎の若き日の入れ墨姿ということですね。で、3枚目が ということです。この仕事ぶりの比較を見れば、ダントツですよね、山本太郎。小泉進次郎っていうのは要するにただの親の七光で国会議員になったただの凡人ということでしょ。質問収集ぐらい一件でも書けよって言うんですけどね。ということです。そして今日の映像として、これは NHK の E テレで、今週の土曜日ですか、8月の17日午後11時から午前0時まで、放送予定の少女たちが見つめた長崎と、これは推薦ですね。で、太平洋戦時下の長崎兵器工場で魚雷製造に従事してた女子学徒隊たちの日記が見つかったと。原爆投下までの日常が綴られた日記には、国への標準の姿勢のみならず理解を超えた出来事に遭遇した春巡が描かれていたと。その体験を受け継ごうと生存者の聞き取りを始めた現代の女子高生たち、そして長崎在住の芥川賞作家青木雄一はどのように言葉の伝承を行うのか、未来への遺産としての女子学生たちの原爆を描くと、こういうやつなんですね。ぜひ、見たいですね。ヨーヨーさん、コンティニューコイン、キャス君アイス、配信ありがとうございます。東京の稲子さん、コンティニューコイン2枚ですね。こんばんは、配信ありがとうございます。中間319さん、コンティニューコイン、グローバル社会の操り人形の安倍晋三の晋三の輩は人寄せパンダの後か、の後は人寄せパンダ晋次郎と、まあ彼らはそういう路線を敷いてんでしょうね。ということで、何でしたっけ、今日の注目情報か、今日の注目情報、少女たちが見つめた長崎という E テレですね。これが紹介の文章です。番組紹介
E テレはまだあれですね、NHK 本体ほど汚染されてないという感じですよね。東京に名越さんがお茶ですね。お茶が2枚ですね。はい。そして、今日の注目情報、忍び寄る米農業不況、米中摩擦が世界の農産物需給変えるということで、これ日経新聞でなかなかいい記事ですね。トランプの米中貿易戦争が回り回って、アメリカのトランプの支持基盤である農業、農民たちの生活を破壊し始めているという、ブーメランが戻ってきているというそんなの予想されますよね。だからトランプへの強固な保守層の支持基盤の中心であった米国の農家たちが苦境に立たされているということで、トランプ支持を変える動きが出ているという記事ですね。これ日経で、相場が下落しているだけではないと、米国は中国に2016年に214億ドル、約2兆2500億円の農産物を輸出したが、米中対立の激化を受けて18年にはこれが91億ドル半減したと。追加関税を計画するトランプに報復するため、中国は最近米農産物の輸入停止に動いたと。農産物は清掃の具となり、長い時間かけて中国市場を開拓してきた米農家の努力を水の泡にした。これですよね、ブーメランが戻ってきてるんですね、ということです。そして今日の推奨本の朗読ですね。今日は第5回目ですね。この本です、ジム・ロジャーズさん、国際投資家、日本への警告というところの第一章ですね。日本人が見て見ぬふりする破滅的な未来ということで、第5回朗読。日本の 株式をすべて手放した理由というところです。これは何ページかな、1、2ページですね。短いですね。じゃ読みますね。メガネ取らないとよく見えないですね。日本の 株式をすべて手放した理由。私が日本株を買い始めたのは東日本大震災2011年の直前だったと。その後震災による株価の下落を受け、さらに買いましたと。震災前の時点で世界中から 一様にどうしようもない状況に陥っていると見られていた日本の株式は、バブル期最高額から4分の1の水準に下がり、さらに下がることもあり得る状況だった。自殺率は史上最悪2003年になり、出生率は史上最低2005年。人々は経済的な不安から子供を作りたがらず、誰も彼もが不安で取り乱していたのだと。そんな時に私が日本株にあえて投資したのは、中期的に見れば間もなく景気は回復すると見ていたからだと。民主党政権から自民党政権に代わり、日銀が資金供給を増やすという方針を明らかにしたことも、日本株への投資を後押ししたと。政府がお金の印刷機を回すとき、お金が最初に向かう先は株式市場であると。これは歴史が証明している事実だと。ほぼあらゆる投資家たちがその心理に忠実に行動し、日本の株価は上がったと。さらに NISA、
少額投資非課税制度などの税制優遇処置が始まったことも株価の上昇をもたらす要因となったと。先ほど記した通り、日本の金融緩和政策は多くの問題をはらんでいるが、株価を押し上げる効果は期待できたと。しかも当時は米ドルに比べ円のファンダメンタルズ、基礎的条件が強かったため、ドルに対して円が上昇することも分かっていたから、株価の上昇と円高の相乗効果により私は利益を得られると見ていたんだ。そして実際にそうなったと。震災後にさらに日本株をたくさん買ったのは、日本が震災から必ず復興すると信じていたからだと。日本は地震が多い国だが、毎日地震があるわけではないし、日本の教育レベルは高く、国民は勤勉で賢い。だから震災に伴う安い株価は一時的なものであり、いずれ元の状態に戻ると考えたのだと。冷静に考えればこれは誰にでも分かるはずだと。ただし中国株と違い、日本株への投資はあくまでも短期から中期で考えていたと。日本株は私が10年以上の長期にわたってお金を投資しておきたいところではないと。理由はすでに記した通り、少子化と国の長期債務といった問題を抱える日本は、長期的には衰退の道をたどると予想しているからだと。日本株をすべて手放したのは2018年秋のことだったと。予想通り、私が日本株を買った当時よりも株価は値上がりし、利益を得ることができたと。そして今は株であれ通貨であれ、日本に関する資産は何も持っていないし、この先買う予定もないと。日本経済を破壊するアベノミクスが続き、人口減少の問題を解決できない限り、この判断を変えることはないだろうという、正しいですね、彼はね、投資家として、ということで、次の読むところは、安倍首相が望むのは体制の維持と。これは木曜日ですね。これが2ページ、3ページですね。というところです。砂月さん、世界最大投資家ジム・ロジャースの最新刊、日本への警告、米中ロ朝鮮半島の激変から人とお金が向かう先を見抜くと。が講談社から発売ですね。土山純一さんですね。コンティニューコインが2枚ですね。いつもありがとうございます。からお茶バッグ10ですね。今日読んだところですね。-5 これですね。はい、現在時間が29分、まだ30分ですね。29分23秒と。から視聴されている方が同時期で50名様、全体で76名様、コメントが21件ということですね。ということで、今日のメインテーマです。私の未来予測ということで、安倍晋三はこの11月にも憲法改正を大義名分に掲げて衆議院を解散し、総選挙で勝利して、来年春に憲法改正国民投票を強行するだろうというテーマですね。そして安倍晋三はマスコミを総動員して全国民を洗脳して、憲法改正過半数賛成に持っていくだろうと。なぜならば安倍晋三と支持勢力の日本会議、神社本庁、靖国神社などの極右天皇原理主義者にとって長年の悲願である憲法改正イコール憲法破壊実現の最大の関門である憲法改正国民投票の最後のチャンスが
来年春しか残されていないからだと。もしも安倍晋三が来年春に憲法改正国民投票を実施できなければ、来年7月の東京オリンピックを頂点に、それ以降の日本は全ての歯車が逆回転し始め、憲法改正どころではなくなるからだと。また安倍晋三にとって衆議院解散総選挙の実施はこの11月が最後のチャンスとなるのだ。なぜならば今年10月1日から消費税がアッパーから10%に増税され、その悪影響が統計上に現れるのが11月末、以降になるからだと。その前に、解散総選挙しちゃうという非常に小粋あれですよね。何でも利用する利用主義者安倍晋三は現在、参議院で憲法改正発議に必要な3分の2議席を再度回復するために N 国立花孝志を使って多数派工作を仕掛けていると。何でも利用する利用主義者安倍晋三は現在、マスコミを総動員して結婚と首相待望を利用して小泉進次郎に報道スポットを意図的に当てさせていると。さらに利用主義者安倍晋三は9月の内閣改造で次期官房長官に小泉進次郎を大抜擢するだろうと。安倍晋三は小泉進次郎を首相の最有力後継候補として、また憲法改正を唱える若き改革者として前面に押し出すだろうと。安倍晋三はマスコミを総動員して憲法改正は絶対に必要だと主張する小泉進次郎を使って憲法改正賛成の世論誘導をすることになるんだと。これがナンバー1なんですね。で、ナンバー2に続くということです。それじゃあ我々は一体どうすればいいのかと、このような悪巧みを現在彼らは首相官邸自民党本部の中で、さまざまなシミュレーションしてるわけですよね。それじゃあ一体これに対して我々は何をすべきなのかと、これがナンバー2なんですね。これは木曜日のメインテーマで、取り上げようというふうに思ってます。ということで、ミルキーさんですね、キャスクンアイスですね、から K さんがコンティニューコイン、ミルキーさんコンティニューコインですね。ということで、今日のメインテーマのポイントですね。これがタイトルですね。近未来予測。そして安倍晋三はマスコミを総動員して国民を洗脳して国民投票において憲法改正過半数賛成に持っていくと。ありとあらゆる手段を使って彼はそこまでやるんですね。ファシストですか。ファシストは目的のためには手段は選ばないと。なぜならば安倍晋三と支持勢力の日本会議、神社本庁、靖国神社など極右天皇主義者にとって長年の悲願である憲法改正イコール憲法破壊実現の最大の関門、これが国民投票なんですね。その前に3分の2それぞれ衆議院と参議院で、議席を改憲勢力が持つということが前提ですけど、憲法改正、国民投票、これを来年の春しかもうチャンスがないと。それ以降はオリンピックが始まって、オリンピックが終わった途端、全ての歯車が逆回転するというふうになるわけですよね、日本は。だから憲法改正どころじゃないよと。
ということで、最後のチャンスがこの春と。でもしも安倍晋三がこの来年の春に憲法改正、国民投票を実施しなければもうチャンスはないよと。なぜならば来年7月の東京オリンピックを頂点にして、その後の日本というのは全てが逆回転し始めると、こういうことなんですね。で、安倍晋三にとって衆議院の解散総選挙の実施はこの11月が最後のチャンスとなると。なぜならば今年10月1日から消費税を 8% から 10% に上げると。当然ながら GDP の 60% を占める消費が冷え込むと。その冷え込んだ結果が出てくるのは、統計上出てくるのが11月中旬以降なんですね。というかその前に、衆議院を解散して総選挙しようという非常に狡猾な小すいことをやってるわけですね。オリンピックの後はやばいですと。そうですよ。砂ずきんさん、内政も外交も失敗、吉本興業を利用とし、よと企んだが、これなんだろう。闇営業問題で頓挫、小泉進次郎の結婚指示まで利用として企む。そう、あいつは徹底的に利用主義者ですから、ちょっとでも利用できるとすぐ、何の 脈絡もなくですね、整合性一切関係なく利用しちゃうんですね。令和新選組サポート、オリンピックの景気の資産マイナスすると一体オリンピックはやばいですよとですね。何でも利用する利用主義者安倍晋三は現在参議院で憲法改正発議に必要な3分の2議席を回復するために N 国立花孝志を使って多数派工作を仕掛けさせているということですよね。みんな裏でつながっていると。何でも利用する利用主義者安倍晋三は現在マスコミを総動員して結婚と首相待望論を利用して、待望論を利用して小泉進次郎に報道スポットを意図的に、当てさせていると。だからこの前の首相官邸でのびっくり、結婚発言、記者会見か、それと3日後に、文春での菅官房長官との対談、全部出来レースということですね。さらに利用主義者安倍晋三は9月の内閣改造で次期官房長官に小泉進次郎を大抜擢するだろうと。おそらく菅官房長官は自民党の幹事長なんじゃないですかね。だから二階を衆議院の議長かなんかに今釣り上げてですね。何でしたっけ。そうですね、大抜擢すると。国民はあっと驚くと。マスコミはこぞって進次郎進次郎次期首相候補最有力ということで、またしても国民は小泉進次郎ブームに騙されると。でも2001年の小泉純一郎ブームとはいかないでしょうね。なぜならば今ネットで情報が共有できていると、拡散できていると。2001年の時っていうのはネットはこれほど今ほど
始まったばっかですよね。2001年のネットっていうのは始まったばっかですから、ほとんどなかったんですね。ですから大手マスコミの世論誘導が非常にしやすかったんですね、特にテレビ。それから18年経った現在、2019年、国民は2001年ほど大手マスコミに騙されないようになっているということです。ですから小泉純一郎ブームっていうのは、小泉進次郎ブームとはなんないでしょうね。失敗するでしょうね。で、小泉晋三はマスコミを総動員して憲法改正は絶対に必要だと主張する小泉進次郎を使って憲法改正賛成の世論誘導をすることになると、というのが私の近未来予測ですね。おそらく今頃その具体的なスケジュールを首相官邸とか自民党本部で電通とかなんか入れてですね、外部スタッフ入れて、あるいは CSIS、ジャパンハンドラーズなんか入れて、マイケル・グリーンなんかも入ってるんじゃないですかね。策を練ってるんじゃないですかね。令和新選組サポートさん、自称シーソーの小泉進次郎と、令和砂月さん、何があるかわからない安倍政権と、山本太郎人気で便乗してきた太郎氏は気そり合わないだろうが、油断は禁物と、そういうことですよね。父親がやったことを狙ってると。そうですね。でも失敗するでしょうね。進次郎の CSIS との関係も拡散されてますからね、ということですね。そうですね。かなり拡散されてますよね。CSIS、進次郎、小池百合子も全部そうですよね。前原誠司、野田、いわゆる、松下政経塾、令和新選組サポートさん、二階も新自由主義者の権化、TPP もこいつがリオデジャネイロで世界へ、言及したという。中野3193さん、オリンピックは中止させないと日本に残るのは借金と、さらに世界のアスリートの健康面が心配ということで、そうですよ、全員被爆されに来るようなもんですからね。だから韓国がですね、安倍のオリンピックはボイコットするというふうになるでしょうね、最終的には。令和さん、父親がやったことを知ってるというね、ということですね。というのが今日のナンバー1ですね。で、木曜日にナンバー2を取り上げたいということです。まあ日本の野党は安倍晋三がこのような悪だくみをしているということに対する警戒心はほとんどないんじゃないですかね。武装解除状態なんじゃないですかね。野党の中でのヘゲモニー争いで足の引っ張りをしている間にですね、敵方は大逆転を狙うような工作を準備していると、着々準備しているということに対して、彼らはあまりにも
無頓着、無警戒、なんですよね、ということです。トライアスロンね、被爆プラス熱中症、トイレで泳ぐトライアスロン、ひどいですね。あの件でお台場っていうのはゴミ、夢の島のゴミで埋め立てたから、ゴミが海水を汚染してトイレ臭が出てくるっていうのは当たり前だっていうんですね。そこで親が泳がすっていうのはどういう神経なんですかね。だからアスリートの方でもボイコットすべきなんですよ。こんなところじゃ健康維持できないということですね。令和新選組佐藤さん、広告会社スリートの ABCD B 層を騙した小泉という売国奴、自称シーソーと思ってる時点でということですか。ということで、今日のトピックスですね。これはあれですよ、まさにジム・ロジャーズさんが言ってることが現実化するんですね。韓国1人当たりの購買力が2023年には日本を抜くと、4年後ですよ。これは IMF がいわゆる GDP の1人当たりの GDP の額の予測だと、現在は日本が世界第31位か、39,795ドルで31位で、32位に韓国、で、194カ国ですね、37,542だから2000ドルぐらいしか差がないんですね。でそれが4年後には逆転するということで、韓国は41,362ドル、日本は41,253ドルで韓国に逆転されるということですね。ということは1人当たりの GDP っていうのは国民1人当たりの豊かさを示すんですよね。だから4年後に、日本人の生活の豊かさは韓国人の生活の豊かさに追い抜かれるという、まさに現実化するんですね。だこういう状態を突破するには、もう自民党政権を永久にですね、日本の政治権力から放逐すると、自民党とから加藤宗教、公明党創価学会、それと大企業の総本山、総本山経団連、大企業等々をもう総退場させるというしかないですね。で国民が主体となるような市民革命政権を樹立すると、それしかないですね。 K さんコンティニューコインですね。江ノ島でもすればいいのにというトライアスロン。だ江ノ島は東京都じゃないからということ、それだけでしょでも福島なんかでもやるんですよね。ということで、何でしたか、そうか、韓国1人当たりの GDP は4年後に、韓国に抜かれるよというのが、もうこれハンギョル新聞なんですね。日本のマスコミは一切こういう報道はしないと。これですね。あとで2番目、米社会保障利用の移民に市民権の付与拒否へ、トランプ政権が新方針、ひどいね、ここまでやるんですね。 AFP 日本語版、トランプは徹底的に移民を差別し排除するという政策をもう露骨に始めてますね。これ社会保障を利用するってことは、生活保護を受けるとか、あるいはフードスタンプ
で、食料援助を、食料供給、ただで食料を配るのを利用するとかという、最低限のいわゆる、生存権を保障するもんですけど、その生存権を保障する、社会最低限の人間的な生活を保障する、社会保障制度を利用する移民に対しては、もう永住権与えないよと、排除するよという、ここまでやるんですね、トランプ。まさにもうナチスのユダヤ人狩りと全く同じですね。こんなこと長く続かないですよ、まともに考えて。それからキャッシュレス店認めずってことで、低所得者層に、配慮ということで、米フィラデルフィア、これはアメリカにもトランプみたいな排外主義、人種差別、移民差別者だけじゃないっていうことなんですね。要するにキャッシュレス、キャッシュレス店っていうのは現金で支払いができないんですよね。ということは、低所得者層っていうのはクレジットカードとかデビットカード持ってないですから、現金しかないんですね。ですから、キャッシュレス店ばっかになると物が買えなくなるということで、低所得者が排除されるということに対して、米東部のペンシルバニア州フィラデルフィア市が現金での支払いに応じることを小売店に義務付ける法律を制定したんですね。米国では業務の効率化や省力化などを理由に現金での支払いを認めないキャッシュレス店が増えつつあるが、同市はクレジットカードなどを持たない低所得者への配慮が必要と判断したと。これはいいニュースですよね。これは時事通信だ。実体経済、実物経済の基本はマネーですよ。クレジットカードとかデビットカードじゃないんです、マネーなんです。で、マネーを実際に価値づけてるのが金とか銀の実体価値を持ってるものなんですよね。ですから、今進んでる方向は金とか銀からの打感をやめさせると。そして、FRB とか日銀とか ECB とかイングランド銀行が自分たちが勝手に輪転機を回して、好きなだけ、紙幣をすりに刷って、それを金融経済の方に回すといういびつな経済になってるんですね。で、以前は金とか銀と打感できた場合は、各国の中央銀行の発行する紙幣の総量っていうのは、所有する金の保有量に規定されてたんですね。それを1971年のニクソン、キッシンジャーが打感をやめちゃったんですね。それ以降、もう好きなだけ、彼らは信用創造できるようになった。で、さらにキャッシュレスで、紙幣さえも使わないで、クレジットカードでやると。で、さらに進んで、クレジットカードも使わないで仮想通貨をすると、そういう世界になって、
待ってですね、だから逆行してるんですよね。砂ずきんさん、自分の預金が下ろせないって、じわり日が、これそうですね、高齢者で、いわゆる認知症等々の症状を持つ高齢者が、勝手にですね、自分の口座から現金を、多額の現金を引き出すことをできなくさせるような、一見ですね、そういう、一見、もっともらしい理屈をつけてるんですけど、要するに、預金封鎖に向けて、預金を下ろさせないという方針の一環でしょうね。何でしたっけ。あ、そっか。ということですね。キャッシュレス店は認めないということですね。それから増税するのに公務員給与が増すって一体ネット上に批判の声相次ぐと毎日新聞。ネットで批判じゃなくて毎日新聞批判しろよっていうのは自分で、なんで人が批判してるのを報道するだけで、公務員給与増税するのに公務員給与だけ人事院勧告に従って毎年も連続してですね、6年も7年も上がってるっていうのは一体何なんだってことを毎日新聞が自分で主張しろよって言うんですよね。何なんだろうね、自分で主張しない日本のマスコミっていうのは。ネット上で批判っていうことを言ってるだけで、じゃあ毎日新聞お前はどうなんだということでしょ。誰が考えてもおかしいと思いますよね。だから日本の公務員っていうのは民間との給与の年収ベースで 1.7 倍ですよ。世界一の高給料なんですよね。それに労働時間、週40時間、週休2日、から退職金、から年金、そして、定年後の就職先、全部優遇されてると。だから令和新選組が公務員を増員するというふうに、公約で掲げてますけど、まずやるべきことは 1.7 倍の官民の格差を解消して、それから公務員を増員しろという、そういうことですよね。それから DHC エヴァグリオン作者も相次ぐ嫌韓発言に韓国市民の怒り噴出ということで、ハングル新聞ですね。 DHC という化粧品の会長がとんでもない、天皇主義者ですよね、あれね。で、韓国で DHC というのが9億円ぐらいの売り上げがあるらしいんですけど、その DHC の会長が嫌韓発言をしてるってことで不買運動が始まってるっていうんですね。それからエヴァグリオンという、新世紀エヴァグリオン漫画なんですから、有名な漫画らしいんですけど、その作者の貞本義行さんという人が自分のツイッターに、汚え肖像などの内容の書き込みを載せて議論を呼んだということで、かなりの批判が、出てるんですね。だから韓国でもいわゆるこの漫画の熱烈なファンがいたんですけど、この作者の発言を聞いてですね、全部蔵書を売り払いたいとか、もうファンはやめるとかという反発が起きているというのは当然でしょう。のこのこさん、お茶爆店ですね。これ今日取り上げた重要情報の中で、リテラが書いてますね。かなり詳しく批判的に書いてますね。エヴァングリオンの作者、
それから、あ、これもひどいですね。性的搾取疑惑の米富豪が自殺したということで、交流管理に深刻な異常事態だと米司法長官が言ったと。これもひどいですね。一度自殺未遂して意識不明で発見されて二度目ですよ。普通ありえないですよね。だから殺されたんですよ、おそらく。トランプとかクリントンとか等々の著名人との親密な関係がある人間なんですよね。だからその人間が後半でですね、暴露されたら困る と特にトランプなんかが 困るんじゃないですかね。だから厳重な監視のもとに拘留されてる拘留施設の中で、2度自殺して、2度目が成功したというのは、やはりやらせがあったというしかないですよね。そして、まあ、これか。これが例の五輪テスト大会で選手が悲鳴、お台場の湾トイレ臭の必然ということで、日刊現代、ここに書いてあったんですね。ゴミで埋め立てた土地だから海底にゴミなんですね。だから海底にゴミがあるから当然水は汚染されると、トイレ臭があるのは当たり前だと。あんなとこで泳がせる方が完全にバカなんですね。これが日刊現代ですね。そして最後に今日の注目情報、江葉貞本義行、くるり岸田茂まで、愛知トリエン慰安婦像攻撃で露呈した無自覚なヘイトと、表現の自由の矮小化ということで、リテラの、これなかなかいい記事ですね。これは編集部じゃなくて、小杉美鈴さんという人のコメントというか記事なんですけど、非常に細かく批判してますね。これの URL、 これですね、リテラです。あ、マイナス1、ということです。ということで時間が64分2秒ですね、視聴されている方が同時期で54名様、56名様、全体で115名様、コメントが、58件ですね。ということで、今日火曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコイント、たくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。で、明日水曜日はフランス語放送ですね、をやりますんで、もしもよろしければ合流してくださいと。そして、木曜日ですね、今日の続きナンバー2を取り上げたいということですので、またよろしければ合流してくださいということで、今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。砂月さんお疲れ様でしたということで、終わります。